さあ、タンザニア編行きましょうか。この旅行なかなかひどいです。かなり上位クラスに入ってくるんじゃないのかな。秋篠宮の悪い部分がものすごく出てるんですね、この旅行って。まあ、これを見た後、こんな旅行に金出すなと思われると思います。じゃあ、今回のツアーでございますけども、ザンビア、タンザニアですね。これ日本でほとんど報道されてないんですね。この度、ザンビア国政府から外交関係樹立50周年の機会に、文下親王同妃両殿下を同国に招待したい申し出があったと。まあ、これも怪しいですけどね。まあ、それはどこの国にも言えるわけですね。アルゼンチン行った時に、大統領閣下からの招待がありましたって書いてあったんです。多分そうだと思うんですよね。大統領が30分しか会ってくれなかったんです。招待した人が30分しか出てこないんですか？それは失礼に当たるでしょ。秋篠宮は本当に招待されたのかは疑問です。この辺で具体的な記載があるわけですね。まあ、やっぱり JICA の関係者と会われる JICA ツアーかなと思います。観光名所は結構行ってるんですよ。こちらございます。ビクトリアの滝ですね。観光ですよね。まるで夫婦旅行かのように振る舞ってるわけなんですね。もうあからさまな観光旅行ですね。この時代はこんなことやってたんですよ、堂々と。今これやったら相当叩かれると思いますけど、こういう写真があるんですね。新婚旅行ですよね、これ。相当これは遊んでるなと。これはザンビアの映像なんですけどね。秋篠宮が挨拶をされてるんです。紀子様の服装よく見ていただきたいんですよ。アフリカの人たちものすごく綺麗な格好されてるじゃないですか。このお嬢さんもすごい綺麗な格好されてるし、ちゃんと清掃されてますよね。それに対して秋篠宮ですよ。どうですかこれ。めっちゃシワシワじゃないですか。これはシワシワレベルが限度を超えてる、過去最高じゃないのかと。気候は着物がものすごくシワシワだったじゃないですか。飲み会帰りかと思うようなシワなんですね。そして気候ですよ。とんでもない格好で言ってるんです。これ一番ひどいなと思いましたよ。こんなん普段着でも着ないですし、これ家着じゃないですか。家着でこんなだらしない格好する時が学生時代ありましたけども、そんな格好で行ってるわけですね。で、こんな花束もらってさ、これアフリカ舐めてますよね、完全にね。まあ、明らかにアフリカをバカにしたような行動なんだろうなと。僕、学生時代もものすごく生活が忙しくて、ボロボロやった時にこんな格好してましたけど、部屋着でね、この写真を見て反省しましたけども、そういうわけですね。まあ、男の子ですから許してください。紀子様は女の人ですよね。こんな格好して恥ずかしくないのかね。そして極めつけはこんな草原みたいなところに行って撮ってるわけですね。ハネムーンですね、これは。観光旅行じゃないですか。秋篠宮家のね、国際親善とか海外訪問はちょっと公務っぽいことを一二個して、あとは観光なんですね。だから本来ならば1泊2日とか2泊3日とかで全然十分ですけども、公務の量からしてね。そんな7泊8日とか泊まるのはやっぱり観光旅行がしたいからじゃないんですか。こんな観光旅行じゃないですか。2人で立ってさ、ひどいなと思いましたよ。一生そこから動かないでいただきたいね。帰ってこないでください。秋篠宮家が川行ってるんですね。まあ、実はカバを見てたんです、サファリパーク的なところ行ってね、まあ、逆さから呼んでいただきたいなと思いますけども、カバの群れ見てるんですね。まるで自分の、一家を見てるようですね。反対のね、これ写真撮ってるんです。木造のもう気候は変えてるんですけども、それでもしわくちゃなんです。こんな格好で行ってるんですね。いや、羽伸ばし旅行じゃないんですから。これ一応国際親善ですから。ライオンも怒ってますよ。ほら。もう許せないですよ。もう我々の税金ですからね。はい。だから、ベトナムがひどかったわけですけど、ベトナムに比べても観光旅行の面が相当強いんですね。はい。他にもいろいろ話がありまして、香港で、ひともんちゃが怒ってるんですよ。秋篠宮家が、鍵忘れたんですね。そしてこの顔であると、エーミアご夫妻のスーツケースの鍵を忘れた。これがザンビアなんですよ。香港を経由して行ったんですね、ザンビアまで。そこで怒ってるんですよ。宮内庁の職員が、エーミアご夫妻のスーツケースの鍵を忘れましたって。エーミアご夫妻は、ザンビアと外交関係樹立50周年を祝う行事に出席するために、6月27日に成田空港から出発されたと。宮内庁によりますと、飛行機が出発する直前に宮内庁の職員がご夫妻の荷物が入ったスーツケースの鍵をお住まいのお宮邸に忘れたことに気づきましたって。しかしながら、スーツケースの鍵持ってるのは、機構だと思うんですけどね。プライベートね、秋篠宮の荷物でしょ。触らせないと思うんですけど、これ忘れたの機構か秋篠宮なんじゃないんですか。
別の職員が急いで鍵を運びましたが、出発には間に合わず、その後の便の航空会社になんとなんと依頼、特別採用してるんですよ、実はね。カンカンです。乗り継ぎ先の空港にいた一行に鍵を届けてもらったということです。現地を越した予定には影響はありませんでした。まさかという感じで、これは報道されてるんですけど、成田を出発直前にスーツケースの鍵束を見当てに忘れたことに気づくって、あ、こんな失態をしでかしてるわけですね。まあ、あまりにも情けないなと思いますが、前代未聞であって、これは詳しい話がサンデー毎日に書いてありまして、実態が分かります。秋篠宮家の観光旅行のね、ご夫妻の荷物を詰めた数十個です。まずその時点でおかしいです。まあ、中には空のスーツケースもあるんじゃないですか。お土産たっぷり持って帰るためにスーツケースの鍵の束をお付きのものが忘れるという前代未聞の事態が起きた。気がついた事務官が空港へ車を飛ばしたんですが、緊迫した場面を再現する。大変です。スーツケースの鍵を忘れてます。ご夫妻が成田空港第一ターミナルに着いた6月27日午後5時40分頃、東京赤坂御用地の三宅から空港に同行した宮内庁職員の携帯電話に切羽詰まった声が届きました。で、ご夫妻の荷物はスーツケースが40から50にもなる。なんでこんな量持っていくんですか。そのうち紀子様のスーツケース数十個分の鍵の束をホテルの移動とかでね、40、50を動かさないといけないわけですね。どんだけ大変なことかと。だからあんな金かかってるんです。宮内庁職員が叫ぶようにこう返答した。すぐに車で届けて、焦ってるわけです。だってクビになるんだもん。ご夫妻は6月27日から7月8日までの日程でアフリカ・ザンビアとタンザニアへ公式訪問したと。日本とザンビアの外交関係樹立50周年にちなんだもので、記念レセプションや政府主催の晩餐会に出席するほか、国立公園視察などが予定されていましたと宮城関係者が説明します。今回は全部で12日と長期間であると。現地ではチャーター機に乗り換えて博物館や国立公園などを訪れる過密なスケジュールでしたと。それだけお荷物の量も多くなったんですね。午後6時前、事務官は鍵を届けに宮邸を車で飛び出しました。だが東京都港区の赤坂御用地から成田空港まではどんなに急いでも1時間はかかります。当然ご夫妻が乗り込む、全空機には間に合いません。空港にいた宮内庁職員はご夫妻を見送った後、電話で連絡を取りながらと当然工作を話し合いました。出発したご夫妻にはスーツケースの鍵の束を宮城に忘れてきたことは知らさせていなかった。それは怒られるから、両殿下のお耳に入れずに何とかしようと宮内庁の方々が声を潜めながら電話でやり取りをしていました。パワハラの悪影響はここに出ているんですね。両殿下が香港で乗り越える前に鍵を届けるしかないと。アフリカに疲れてから鍵を忘れたのでスーツケースが届きませんでは済まされない。香港での待機時間は約2時間。宮内庁職員らは日本航空や全日空に頼み込んで成田から空港に着く空港便を調べました。その結果 CX505 便が浮上しました。本来ならば乗客の荷物を運ぶ配送はしてないんですけど、 CX 側が打診を受けたんですね。で飲んだんですよ。それは皇族のお荷物のことですから仕方なく了承した。特別対応してもらってるんですね。政府専用機乗らないから秋篠宮ね、特別対応拒んでるとかもう二度と言わないでください。 CX 便の出発は通常なら午後6時半ですが、この日は出発準備などの関係30分遅れてました。これが幸いしました。 CX 側は宮内庁職員に対して6時50分までに第2ターミナル3階国際線の出発ロビーのチェックインカウンターに持ってきてもらえばの条件付きで引き受けたと。まずは良かったと。香港に送り届ける目処がついた宮内庁は安堵して、あとは鍵の束がつくのを待つだけ。ところがその鍵の束がなかなか届かなかった。約束の時間を過ぎて午後7時になっていました。はい、二重に遅刻してるわけです。これ以上待てないです。 GX 側はもう宮内庁職員に告げた。いや職員さんもう首がかかってますから、もう少し待ってください、あと数分で着くはずですからっていう、これが秋篠宮家の現状なんですね。こんだけ職員さんは秋篠宮家のミスに対して苦しまれてるんです。これどう考えても秋篠宮家のミスだと思うんですけど、 CX のチェックインカウンター付近で青ざめた宮内庁職員の悲痛な声がですね響きました。国際線を利用するためたまたまその場面に居合わせた男性を振り返る。異様な光景だったと。全ての乗客の搭乗が済み、静かになったカウンターで必死に何事かを懇願する人たちがいましたと。鍵の束が入った紙袋がカウンターについたのは午後7時10分頃。 CX 職員がその
袋を抱えて駆け出して数百メートル離れた、駐機場の飛行機に持ち込んだ。CX 便は十数分の遅れで空港を出発と、その間乗客に、遅延の正確な理由はアナウンスされなかったんですね。乗客待たせるんですよ。だからエーミアは香港で悠々自適にビップラウンジみたいなところでおそらく待ってるんですけども、検疫みたいなところね。ですけど裏側で CX 便が飛んでるわけ。そこには乗客も乗っているし、本来荷物とかの配送やってないのに、宮内庁がむちゃくちゃ言って遅刻までして鍵持ってきて無理やり鍵を飛ばしたんですね。結局秋篠宮家に証拠品は隠してたんだけども、ニュースで報道されてしまうっていうわけですね。まあ怒られたんでしょうね、飛んだんでしょうね首は。だから秋篠宮家に勤めるなんてもうやめた方がいいと思いますよ。無駄なんですから、秋篠宮にやらしとけばいいじゃん。空港関係者は肩をすくめる。車内間で急ぎのものを届けるときに、まあ配送を使うんですけど、お客様の忘れ物を送るということはどこの航空会社もしてません。鍵の束を送るってそんなありえないじゃないですか。しかも、今回はエーミア5世の1個は全日空便で出発されたのに、鍵は CX 便で届けられたと。ありえませんと。もともと30分の遅れがあった CX 便は鍵の束の到着を待って、さらに十数分遅延、40分以上遅れて出発して香港で待ち構えてて、外務省の香港総領事館に鍵の束が入った紙袋が渡され、無事にご夫妻一行に届いた。事なきを得たわけですが、事なきを得てないですよね。CX 側は全員、でしょうが、全体で40分以上遅れたんです。その理由を、エイミアご夫妻のスーツケースの鍵の到着を待っていたと、正直に言えるはずもありません。本当に情けないですね。結果的に一番迷惑を思ったのは、何も知らないまま機内で待ってたお客様ですと。だから、秋篠宮は一般人にご迷惑をかけないように遠慮していると。デマが広まってるじゃないですか。それは嘘です。ね、迷惑かけてるんです。で、宮城関係者もため息まじりに話します。外国を訪問される際にはスーツケースの鍵やスペアの分も入れて2組持ちますと。本日の恐れもあるためですが、今回出発前の慌ただしい準備の中に鍵を開けなかった。一瞬したまま宮城に置いて出てしまった。ご訪問中鍵を忘れ、それが CX 便で届けられたことは、両殿下には伏せられました。伝えられたのは帰国されてかなり経ってからです。それに宮内庁側から CX 側や社員が伝えられたのは8月になっていました。飛行機の出発時間まで遅らせてもらったのに、その不誠実な態度には首をかしげざるを得ません。まあ、やってもらって当然だと思っているし、首が飛ばされるから隠されたんでしょうね。6月27日に成田空港から出発されたって書いてあるのに、この報道は8月25なんですね。異様だと言わざるを得ない。まあ、残念の出資体であると。はい。もう行かないでください。二度と海外に出ないでください。以上です。それでは皆様ご一緒に近い人お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。